お、しっかり梱包されてるね。これはプチプチのやりがいありそうだな。はい、こんにちは、ひろきです。 T ひろきトビーチャンネル、オフィシャルグッズが発売中です。そんな中で今日紹介したいものっていうのがこちらのものになっていくんですが、まずは一箱目、これがね、オリジナルキャラクタークマスターのマグカップ。おお、ちゃんとプリントされてる感じ。クマスターかわいい。それからもう一つ、今度白い箱になるんですけど、これもまたクマスターのサーモタンブラー。あー、なんか思ってたよりも太くて短い。これらのグッズがすずりというサイトで購入できるんですが、寸法が記載されてるけどどれだけの容量が入るのかちょっと分かりづらいかなと思うので、これらに飲み物を入れて計量していきたいと思います。カップなんですが、まずは洗ってからご使用ください。いやー、改めてデザインいいよね。大きさを見ていくとだいたいこれくらい。それじゃあこの中にどれだけ飲み物が入るか見てみましょう。ではまずマグカップにワンダーモーニングショット。ちなみにこれが容量どこに書いてあるんだろう。内容量 185g だから 185ml をコップの中に注ぎ入れてみると、おお、まだまだ入りそうな感じするね。ああ、甘すぎなくていいね。続いてはサーモタンブラーにサントリーオールフリー。いやー、正直言うと本物のビール飲もうかちょっと悩んだ。これが一般的なアルミ缶サイズで、内容量は 350ml。 それじゃあこれを注ぎ入れると、おお、いい泡。あー、でもちょっと泡の分入りきるかどうか。あー、なんとか入った。うまい。これらのグッズですが、マグカップが2189円、サーモタンブラーが3190円となってますので、ぜひお買い求めください。はい、本日の動画以上となります。今回紹介しましたオフィシャルグッズ、概要欄に URL が貼ってありますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。はい、以上 T ひろきオフィシャルグッズの紹介でした。あー、意外とノンアルビールもうまいもんだな。